作品インビテーショナルゴルフ一本撮り。うまい。止まって止まって止まって、それは入るでしょう。佐藤食品インビテーショナルゴルフ一本撮り、いよいよ決勝ラウンドです。順当に1位通過勝ち上がってきました。まずはこちら、塩見幸輝佐藤太平ペア、そして2位通過でございましたけれども、敗者復活、このもうステージに上がってきました、のし上がってきましたよ。池村智代、そして浅地陽介ペア。じゃあまずはちょっと意気込みを聞きましょう。でもここまで来たんで、はい、勝ちたいですね。勝ちたい。はい。やっぱり一本取りたいです。取りたい。さあそして塩見選手は、相当ハマってるんですよね。今日二人のゴルフがハマってるんで、はい、多分最後までハマり続けると思います。もうイメージが出てる。イメージができてるんで。やっぱり1位通過ですからね。ここまで結局無敗できたという。無敗です。アプローチ合戦1回しましたけど。あそこやりましたけれども、ここまで勝ち上がってきたと。はい、さあ、そして、じゃあ。池村選手から聞きましょうか。はい。どうですか。もちろん敗者復活、勝ち上がってきて、このファイナルステージ、来ましたけれども。顔色悪くなんか疲れましたね。まだこれ最終ステージですから。最終ステージ。なんか9ホールだと思えないぐらい疲れてます。いや、それを受けて、どうですか、佐治。選手は楽しいですよ。はい。楽しいですよ。楽しい。すみません、楽しそうに見えないんですか。いや落ち込んでるんで、ちょっと頑張って。代わりに打とうか。いや、あっち飛んでくから大丈夫。さあじゃあもうこのね、もう泣いてもらってもこのペアでのもう決戦ですから。田島プロ、どういう戦い予想されますか。いやね、いろんな難しいフォーマットと緊張感の中でみんな勝ち上がってきてるわけじゃないですか、すごくいいプレーがたくさんあって、やっぱり男子プロさすがだなっていうプレーを見せてくれたんで、多分この18番もみんないいプレー期待してます。はい、カメラに向かって一言ずつ、気持ちを、じゃあまずは今挑戦者というか第2位通過の、木村選手からいきましょうか。はい、もう残り1ホールなんで、もうこの1ホールにすごい集中して頑張りたいと思います。足引っ張らないように。はい、わかりました。頑張ってください。さあ行きましょう。はい、絶対勝ちます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。勝った。はい、佐藤選手、そうですね、ここまで来たので1本取って帰りたいと思います。はい、塩見選手。はい、いやもうこれね、同じ大学の後輩と組んで、ちょっと幸せなんですよね、子供を見てるようです。はい。そうですね。はい。でも最後のホールはしっかり取ってバーディーで終わりたいなって思ってます。頑張ります。さあいよいよ決勝ラウンドのスタートです。18番ホール、434ヤード、パー4。ここはティーショットが鍵になります。左サイドに行ってしまうとグリーンを狙えません。しっかりとフェアウェイからグリーンの面が見づらいので、セカンドショットの距離感をしっかりと合わせて打つ必要があります。さあそれでは行きたいと思います。決勝ラウンドスタート、お願いします。まずは浅地陽介、ティーショット。全体では2位通過、先ほどの敗者復活戦も勝ち上がってきました。風。きた。よいしょ。いい球。よいしょ丸。完璧。見せました。ピンショットナイスショット。ナイス。はい、thank you。いいんだよ、ちょっと緊張して。さあ、それを受けてです。緊張してプルッとんのちゃん。え、右からでいいんですよ。右から。普通に打ちや。はい。普通に打ちやってなんですか。何も意識せんと打ちや。はい。さあ、2018年チャレンジツアーの賞金王佐藤大平。激アツライン。オッケーオッケーオッケー。うわ、すごい。始まりました決勝戦。うん。さて。え、大丈夫や。いや、多分ピン左なんですよ。左やけど、多分いけると思うで。風右からやし。で、ど真ん中やしピン。お。あ、いいですか。いや、なんか前のフェアウェイから打ちたいなと思ったんです。浅地の方に行ったら、遠いって突き抜けるし、遠いし、しかもちょっと地味に残るじゃないですか。でも右に行って右の木邪魔よりはいいよ。なんとなくね。いやー、これで負けるのは寒いな。頼みますよ先輩。任して。多分まあとりあえず乗るから。おいっす。ええとこ打ったな。気合入ってきた。解説に気合が入ってきた。そんないいもんじゃない。ピン手前。ピン手前？手前です。そこでバチッと僕決めて、浅井さんが入れるだけなんで、僕バーディーパット打たなくていいんで。狙ったところ通りだった。狙ったところ行きました。行きたがるね。移りたがるね。移りたがるね。取られてないから。取られてない。ちょ、現状ちょっと最後、俺は仲良くなったアピールした方がいいんじゃない。無事仲良くなりました。好き。食べる気力が上がる。好きすぎてな。ちょっと改めてゴルフしなくて9ホール回るのがこんな遠いんだと思ってやってると早く感じますけど、ギャラリーすごいな。感謝です。ありがとうございます。本当に。まあまあ高いなこれ。まあまあ高い。左のラフです。左足上がり。ちょっとボールは見えてますけどね。でもね、あの状況は非常に難しいと思います。多分。目の前の松はね気になるんで、でも上行けるかな。でも上行ったら届かないかもしれない。はい。ピンまで145ヤード。風は右からフォローですが、このどうですか。はい。どうですか。そうですね。まあここまで来ると確率論ではない戦いがありますね。はい。なるほどなるほど。確率論ではないということです。確率的に。圧倒的にあっちはちょっと難しいライで、やっぱり木も被るんですけど、まあここまで来たら、まあ勢いと負けん気じゃないですかね。なるほど。ありがとうございました。OK です。ちょっと静かにして。よいしょ。違うけど。風ね、ちょっと待ってね。こうやったの、さっきこうやったの。前横ちょっと上げかな。右横っすか。右横。上げあります。今日のピンチ。グリーンの。ちょっとドローでしょ。いや、ドローで行った方がいいから。左手前ですね。10の10なので、はい。さあまずはティーショットフェアウェイキープしました。残り145ヤード。セカンド打つのは池村智代。風は右から左。ドロー、ドロー、ゴー、ドロー、ゴー、ともよ、カモン、オッケー、オッケー、うん、ちょっとドローかかりきなかったですけどね、まあナイスショット、逆目じゃないですか、打ち込みたくなる、本当だ、逆目だ、打ち込みたくなるから、こう、こう、ちょっと浮くんですよね、ドロー、ドロー、ドロー。今のがこうこういったってことですか。浮かされちゃう。僕はロードローとかでもいいんじゃないかなと思います。でもラフの左足上がりっていうのがちょっと難しいなって。むずいよな。グワンいっていい？いいですよ別に。いやーこれはね、さあそしてこれ鬼ムズですね。うん、ただね多分ね目の前の多分ね木越えてもねグリーンまで届かないと思いました。松の木を越えるという選択です。まあ残り距離が約140、はい、52度ぐらいのウェッジでフルショットじゃないですか。塩見幸喜セカンド、おーいった、もうちょいもうちょい、いやよくあそこまで飛ばしましたよこれ。バンカーやん、バンカーやん。でもまあまあよくあそこまで行かせられたって感じですね。まあとりあえず上に上にっていう感じですね。上に打って捕まえるっていうイメージで打ったんですけど、まあ想像よりも、まあ、曲がってこなかったっていう感じですかね。そんな感じです。はい、なんかパッとしないですね。うちのカメラに映ってなんぼやからね。そうそうそう。今日だって出番3ホールしかなかったでしょ。うるさい。ほら来たいっぱい来たいっぱい。僕のチーム担当だったんですけど出番なさすぎてとりあえず18番取っとこうみたいな。間違いない。やったりましょうか。いやバンカー。まあでもまああのバンカー上りだから全然寄るでしょ。次大変か。でもねダブルスの時も浅井さん長いの入れて勝ったんですよ。あれそうね、最後俺 8m ぐらいにぶち込んだもんね。入れて勝ってるんでね。セインロケーションマジでいくらねあれ入れて浅井さんドッカン、はい、あれはシャーですよ。あリルビーあリルビー言うて、あじゃあお願いします。塩見選手のセカンドショットがバンカー、サードショットを佐藤選手がバンカーショットで、はい、さあもうがぜんチャンスが出ました。浅地・池村ペアがなんと有利な状況に立ってます、はい、しても本当この勝負結構紙一重の勝負だった。いやほんまっすよね。誰が勝ってもよかった ねだってアプローチ勝負で一緒にねやったりとか、みんななんだかんだ敗者復活行ったりしてるから、ね、そう俺らも全然ありましたね。ありましたよ流れでね。うん、あれああいいね。でもこの戦いはどっちが有利とかもうないからな。もうファインプレーした方が勝ちですよ。よいしょよいしょ。これ2人ともパーやったら俺ら復活するからね。あるよこれ次1人ずつ復活する。1ペアずつ復活、なんならなかったことにするからもう一回待ち。あのバンカーの状況どうですか。ライはね悪くないので大変。もうパターいらないよ、入るから。ライは OK、 左足上がりのライは大丈夫、ライは大丈夫。バンカー見ものやな。さあこれからバンカーショット佐藤大平打ちますけれども、この左足上がりのバンカー、この状況どうですか。いやもちろん有利不利っていうのはもちろんありますけども、ここまで来たらもうその日の流れもあるし勢いもあるし、もう確率ではないっていうところは理屈じゃない戦いってことですね。はい、なるほど。まあいいよ、いいプレーをしたらそれなりに、いいプレーをしたら。堀川選手だったらどういうイメージで。まあそうですね、まあとりあえず狙うとかいうレベルじゃなくて、まず寄せることですね。うまっ、ナイス3、いい音した、サウンドいい音したね。今の音だけどうぞ。いや、今の音だけでご飯2杯は食える。うまい。里のご飯空いてます。いや、空いてそういうことじゃなくて、すごいナイスです。素晴らしく今のは何よりも進む。今の音は米進むわ。さあちょい上りや。さあ、ここで浅地陽介の選手のパターですね。2通過で敗者復活で勝ち上がってきた浅地・池村ペアがなんとチャンスにつけてます。これを入れたら優勝、まさかの下克上ですね。ないの、なんかないの、かける言葉一言はい、決めちゃってください。もう先輩の手で手で入れていい？手で入れていいですよ。了解。ただ距離が結構ありますけれど、そうですね、上りのフックラインですね。でしかも結構傾斜的に言うと結構ブレイクしますよね。そうですね、曲がると思います。これはどうですか、打ちやすい打ちにくいといったら、やっぱり人によって下りの方が打ちやすいとか、下りは打たなくてもいいし、やっぱり上りはしっかり打ちたい人もいるし、これだってもう結局確率ではないんで、理屈じゃないんで、彼なんかはパターがすごく上手だし、しっかり打てるからチャンスはあるのかなと思います。しかも2勝されてるし、 ANA とダイヤモンドカップと、はい、浅地陽介バーディーパット。さあ、しっかり打ったり入れしっかり打ててる。ナイストライ。すごい。決勝戦にもなると最初の方ってやっぱり相手のセカンドパットのことばっかり考えて打てなかったけど、もうだんだん打ち始めてますね。みんなこう巣に入ってます。そうですね、入ってますね。ここで出田大二郎選手の活躍素晴らしいですね。誰も気づいてない。一番最初に脱落したのに最後までやりきった。そう、最後までやりきった。出田選手飛行機の時間があるんでね、ここからです。塩見選手、パーパット。素晴らしい。ナイスチームワーク。銀シャリコンビうまい。行っちゃいましょう。座布団10枚集まるじゃないですか。ハワイ旅行とかないですか。誰か持ったって。さあ、池村智代パーパット。ナイス。これでじゃあ1チーム復活するんじゃないですか。1チーム復活するんじゃないですか。体温めとこう。アプローチ。いや、もう復活はないです。復活はないんで。嘘でしょ。もう復活はないんで。マジか。ということでマッドローンになった。ここでまあもちろんアプローチ対決。今田島創志プロがどこからすればこの決勝にふさわしい場所なのかっていうのを探してます。なるほど。でもあれ一度アプローチやりましたよね、はい、その時は、まあ、香妻ペアとの戦いでしたけれども、はい、一度経験してます、やっぱり経験は大事。いや、大事じゃないですね。いらないですね。でもやってみたら、どっちみち緊張するんですよ。この一打で、2人分背負ってるって、2人分っていうか、まあ、相方を背負ってるっていうのがあるんで。緊張するんで、何回やっても緊張するんですよ。プレーオフは初？いや、もうあそうか第1回目のプレーオフがあるから、だから両者とも経験済みだ。どうですか？前回は僕じゃんけん、そうじゃんけんで決めたんですよね。でこの決勝ですよ。もうまさにこれで決まりますね。これもじゃあ誰が打つのかっていうのはじゃんけんですか？いやどういうことですか？じゃんけんでいいんですか？いや僕対戦じゃないですか？いや僕が行きますよ。おお。予告先発、俺。予告先発ね。前回は池村選手にやってもらって、じゃあここ決勝は俺が。さすがにね行かないとまずいんじゃないかなと思うんで。先輩に託して。じゃあここはね。はい。じゃあどうしましょう。あ、先輩です。いや僕でもさっきの塩見選手行きましたよね。やっぱりすげえ緊張してるところで一回打ってほしい。よすよす飲んでるんです。経験ね。いや違う。じゃあちょっと待ってください。打つのはちょっとまだね考えながらということで。考えながら。じゃあこの後まあ優勝決まるペアのもうドキドキのプレーオフアプローチ対決でございます。はい。結果でも全員。全員どういうことですか？全員打った方がいいんじゃないですか？全員せっかくだから最後見たいっすよ。4人のアプローチを4人のアプローチでその4つの中で一番近かった人のチームが勝ちが一本取り。わかりました。これルール変えても大丈夫なんでしょうか？はい、OK 出ました。お、3回目出るんじゃないですか？佐藤さんの許可だけ。佐藤さん大丈夫ですか？そっちの許可違うから。そっちじゃないから。言っていいですか？どうぞ。言っていいですか？やっぱり4人でやった方が僕ら的にも気は楽です。なるほどね。一人の責任じゃなくて一人で背負うようには。わかりました。じゃあルールが変わりました。決勝。それが言いたかったんですよ。確かに一回話をしてて。わかりました。決勝は一人ではなくてチーム全員で打つという形になります。一番寄った選手のペアが優勝。ちょっと上ちもって言います。いやもう関係ないんで。すみません。ちょっと上ちもっていいですか？すみません。敗者の方下がってもらっていいですか？プロ、はい、ここはどういうアプローチ？ずっとねこう2段グリーンの上に切ってあるピンが今日は多くて、段の下っていうのがあまり状況がなかったと思うんですよ。はい、まあですので、まあ、一番いいショットをした時に本当にこう入るまであるような状況を選ばせていただきました。ちょうどね尾根になってるんでこう左右にどっちにずれても難しいんですけど、ここだったらワンチャンスいいショットしたらチップインまであるかなっていう場所を選ばせていただきました。堀川選手どうですか、ここのアプローチの？いやもうそのさっき言ったどっちの尾根のどっちに曲がるとかではなく、しっかりその前の前者の打ったショットに対してしっかり参考になっていて、だからまあ後輩が2人が最初に打って後に先輩2人が打って、まあちょっと後輩のを参考にしながら、なるほど、どんどんうちにってデータを、まあ最後の決勝戦らしいショットが見れるホールなんじゃないですか。中西選手はどうですか、このまあロケーション？難しいです。さあそれでは決勝戦プレーオフ真ん中ぐらいまでポンって打ってタラタラタラ。いやまあイメージ通りじゃん。イメージ出る方で。うん。最初は池村智代。おおこれうまい。いいよライン乗ってんじゃない？ステイステイ。ステイ。いや全然一緒。ステイ。うわい。そんなに。まあまあナイスです。そう。いや一番バッターとしては最高の仕事したと思う。よかった。こことかはマジでもうどうしようかと思った。でもこのまた逆目っていうのも難しいですね。よくあれになるのかちょっとねスピン入っちゃうから。置くんだ。そう。だから置くのが難しいよね。スピン。そう。これってこのさ出んかったらいいんですよね。うん。結構いったよね。ってか全然左来なかったね。ピンにこれもギリでいいですか？木村選手がまずあそこにつけました。任せるよ。すごくいいショットだと思いますよ。今夜なこれ。吐きそうやった。強っ。いやあんま変わんなくない？一緒ぐらい。ストップ。あーとちょっと。おお。これはでも面白い塩見さんの最後になるな。とりあえずいい仕事した。なるほど。え、みんな上手くない？いやいや、挽回ショットに定評あるじゃないですか。挽回じゃないです。やばいな。でもグリーンからのショット定評あるじゃないですか。ドロップすんの？しかも。プレスですよね。置いてください。まあ一緒か。さあ、アプローチ職人朝日陽介。弱いよ、さすがに。何行かない。そこから行くか。行かぬ。紙一重だな。うわー。え、これだから逆目で難しいですね。いや、友よが近いと思います。いやいや、友よが近い。ここから見て。今のところ友よ。友よでしょ。友よが右側だもん。いやー、100万かかったアプローチ打ってみて。100万かかったアプローチ打ってみて。また先輩土掘り起こしちゃうんじゃないですか。いやちょで、いやちょで、マジでやりたくない。緊張する、見てるこっちが緊張する。いやでも僕はちょっと塩見さんが寄せてくると思うな。はいはい持ってます。さあイメージ違うかった。ごめんなさい。はい。さあ優勝ペアが決まる最後のアプローチ、塩見幸輝。いいんじゃない？うまい。これいいよ。めちゃうまいわ。いやうまいねこれ。うまいよ。ステイ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 。どっち？おどっち？メジャーメジャー出ますメジャー。どっち？わかんない。わかんない。わあ。さあ全員で確認しましょう。いや遠いんじゃない。もう一回？え？友の方遠いですか？全員確認。これ。いやいや。わあどっち？あ、塩見さんの方が近いわ。さすが。うわ塩見さんだ。あこっちが近い。塩見が近い。よっしゃ。素晴らしい。さあということでアプローチでよっしゃーってなったのにまた下げられた気分ですけど結構動揺してますけど、ここからが本当の決勝戦です。